日比野武は、愛知県出身のプロ野球選手。右投右打ちで、ポジションは捕手。東邦商業学校時代から、強肩、強打に定評があった。1939年に、阪急軍へ入団すると、正捕手として活躍。鈍足の日比野と言われたこともあったが、阪急時代だけでも69二塁打、4三塁打をマークし、ここぞという場面では果敢な走塁を見せた。1941年5月20日に起こった、プロ野球初の無効試合も日比野による、二投機との際の遊撃手の落球をめぐってのもの。捕手らしい頑丈な体で腕っぷしも強く、1939年、1941年、1946年には、チーム最多本塁打を打っている。1947年には、甲子園にラッキーゾーンができた年には、初のラッキーゾーン本塁打も記録した。1950年に新設された西日本パイレーツに、宇高勲が、阪急から選手を引き抜き日比野も移籍となった。翌1951年、チームが合併の際に、リーグ選手保有権を盾にして一時は、読売ジャイアンツが引き抜いたものの、後に、右近の働きかけによって、西鉄ライオンズに移った。西鉄でも、正捕手として活躍し、黄金時代に貢献した。1954年の日本シリーズでは公式戦112試合で、3本塁打だったにもかかわらず、シリーズ7試合で3本塁打を放ち、首位打者賞、首位本塁打賞を受賞した。その後は、和田博美の台頭で出場機会が減ったが、勝ち試合の逃げ切りの時にはマスクをかぶり、救援捕手などと呼ばれた。1959年に現役を引退した。1958年の日本シリーズでは、第4戦途中から和田に代わって残り試合のほとんどを守った。これ以後、稲尾和久のピッチングが劇的に良くなり、3連敗後の4連勝という大逆転の布石となったと言われている。引退後は西鉄のコーチを1960年から1961年まで務め、1962年からスカウトを務めた。1975年に逝去。南海ホークスの野村克也がささやき戦術を使うようになったのは日比野を参考にしたからである。ありがとうございます。